か年末なのに結構なんか赤々と今日ぐらいはなんかおとなしくしてんのかなと思ったけどね、やっぱりイルミネーションなんかね年末やからと思ったら結構派手に、あとどれぐらいかな、あともう2時間ぐらいで終わりだよね。ああそうですね、10時になったら、まあ、やってるとこはやってんだよね、このまま松本清、やす君、岡山市内に来たのはいつぶり？もう半年ぐらい。半年は経つと思う。あ、そうなんだ。あんま来ることないですよ。ないよね、ないよね。こうやって人いるって、なんか目的があっていいのかな？なんか、あのイルミネーションもそうなんだけど、やってるところとかあるのかな？どうなんすかね。カウントダウンね、いろんなところでやったりすると思うけど。そうだね、今まではなんかメインドというか。そうだね。あ、新しいなんかね、あのベトナム、そう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 、行ったことはないですけど、なんかちょっとそういう感じになったのかな。中だけって外側だけ見てみる。ああそうですね、場所だけでもなんかすごい雰囲気のあれなんだけど、一応中の取材みたいなの OK してんだけど、まあ、この時期だからねちょっとやっぱなかなか、そう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 、もともとはこの下にあのマーズってのがあって、何あったかな、ここ大石やよね。ここがね、あのベトナムのあのクラブで、ここがパラダイスっていうところで、こっちなんですね。そう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 、もともと居酒屋があって、あ、そうなんですね。マーズだった場所は何なんですか。今あのあれ、あの相席屋。あ、そうなんですね。うん、へえ。それで見えるのか、ちょっと。そう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 。もうやってるとかやってるね。でも、もうここはもうベトナムのベトナム街やから集結部隊がもう何を言ってるのかね本当に多い、もう 90% 以上はもうベトナムの、もうこのコンビニもねベトナム人ばっかでね、ちなみにあのそのこの辺のね、あの警察に聞いたらベトナム人の事件がめちゃめちゃ多いと。だから酔っ払いとか、なんかね。あ、松屋とかも閉まってるんですね。吉野家はやってるね。向こうの。まあちょっと来年も安くあのちょいちょいあのマタドールで。ああ、全然。体力は大丈夫なの？そこは心配しちゃって。あったりするな、仕事が。最近まで休みなしでした。ああ、なるほどね。寒いな、でもね。叫び声が。カラオケで。そうだね、キャッチの人もいて。やっぱそういうお店がいっぱいあるんだよね。あ、もうちょっとここはもうやっぱね、ちょっと寂しいね。寂しい。昔ながらの。これは何？ああ、なるほどね。キャッ
昔からのお店はやっぱり閉めてるね。あね、新しくチェーン店とか、まあそうだね。あでも冷えるね。またなんかそのお正月からすっごい寒くなるらしくて、西日本が大雪というか、なんか雪降ってるらしいですよね。なんかね、わけの方辺もね、今日っていうか朝方降ってたみたいで、うん、もうなんかその場所によってはっていう。そう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 。あ、ここグランドオープンする2月23日。ラウンジ。オリエンタルラウンジ。なんだこれ。あ、相席屋みたいな感じ。あめっちゃでかくないですか。うん。クラブみたいな感じなんかな。多いですね。うん、まあ、大阪にも本当にそういうのが多くて。あ、そうなんですか。うん。どこか駅前行ってもどうなのかな。誰もいないよね。終電。そう。あ、でもね、あれなんで最上稲荷のね、特別便みたいなのがあって、桃太郎線っていうか吉備線、はい、もうそれぐらいかな、1時とかそれぐらい出てるらしくて、まあ他は多分ね、ないとは思うけど。いないね、男だけですね。うん、みんな暇なんだろうね。高島屋はもう新春のね、安くは西条稲荷に行ったことあるの、そのお正月の。ないです、ないです、ない、はい、あ、行ったことないんだ。僕もね、行ったことなくてね。あ、そうお正月というか、もう元旦にね。行ってそうですか。いや、なんかちょっと早めに行ったりとか、はい、ずれて行ったりはあるんだけど、そのね、スピちゃんと、いい、ね、うん、スピちゃんとはなんかは行ったりはしたらしいけどね、その DJ 終わってね、そのまんま。なんか裏ルート使えば、そんなに渋滞しないっていう。ああ、抜け道がある、うん、うん、あるあるある。寒いな、どんきょうだね。よし、じゃあちょっとこっち側で戻りましょう。今もうそれで撮ってます。うん、気づいてた。分かるよね。全然カメラっぽくない。あ、そうそうそう。でもそれすごい画質が良くて、これね。そうなんですね。オズムポケットって言うんだけど。でこれね、やっぱりね、夜間撮影ってのがすごい強くて、あライトなくてもね、結構、いい、うん、明るくね、それいいです。そうそうそう。でもグルメ系の映像はやっぱ難しいね、そのサイドというか、その綺麗な絵を撮るんだったらやっぱ iPhone の方が強いね。あ、そうなんだ。美味しそうですね。美味しそうな、美味しそうな。焼肉とかね。ちょっとネタが一緒になってしまったけど、ちょっと来年はちょっと撮り方を変えようかなとかいろいろ考えながら思ってて。まあ、こんな感じでお届けしました。
皆さん良いお年をありがとうございました。また2022年1月の元旦から始めます。それではまたありがとうございました。でもここから人増えてくるんだろうね。あね、そうね。そういう期待で。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。